登録だけお願いします。お客様ね、登録しいらっしゃいませ。おめでとうございます。こんな感じ。はい、何するため？めっちゃでかいやろこれ。やばいやろ。クラゲついてるので、いくら以外にも醤油ご利用ください。クラゲはのりクラゲ、クラゲのクラゲ、はい、島ホッケの島ホッケ定食です。めっちゃでかいやろこれ。これがね、うまいんだよ。油乗ってて、うまいですか？味噌汁、味噌汁、カニ汁、うん、おいしい。ウニ。皆さん、僕のおすすめはこう市場のね、端っこに北のグルメってあるんですけど、じゃあ佐藤水産、この佐藤水産って端っこにあるんで、ここに売ってるおにぎりがめっちゃうまいです。ちょっと高いけど、なんでおすすめです。ちゃんこ、これね、ミックス、こっちやな、これがうまい。さっき売り切れてる。ここね、俺が働いてた店。いるかな。忙しいね。難しいですね、今日。はい、21日曜日、札幌記念見たかったんですけどね。札幌記念は今から前売り買えばいい。間に合わないです。いや、21日に帰るんですよ、夕方。あれめっちゃ高価だぞ、あのメンバー。いや、やばいですよね。だから見たかったですよ。俺、あのパンサーラッサとジャックドールが、いや、やっぱジャックドールだよ。楽しみですね、ジャックドール。札幌朝市です。安いから、もしね、あの、よかったら買いに来たらいいですよ。場外市場のね、ちょっと奥にあるんで。場外市場はね、観光客向けに売ったりしてるけど、こっちはね、あの寿司屋とかね、ネタ買いに来たりしてるんで、業者とかも。だから安いです。ね、人形飾ってあるね。よし、さあ行ってみましょう。よし、今どこにいるのかな。9番とか行ってみようか。